はい、タイラー中学校かっこまんじなみさこんにちは、サバヨンゲームズでさーしゃーでもね、本日なんですけど超豪華な、ドーベラ実況高校、さあボスダさんと、ビッグゾーちゃんとの、ドーベラ実況になります。頑張っていきます。私は打開でいきます。はい、相手回しの技術を駆使して打開で走らせていただくんでよろしくお願いいたしますということで、まずはこの果物をキャッチングして、はい、ナイスキャッチング。はい、でダブルアイテムを、しっかりと回収していく。これどうせキノコ出るんで、どうせキノコなんで、はい、ありがとうございます。キノコ4つですね。はい、非常に、弱いアイテムなんで、どこでね、グッ、まあね、多分ね、俺も普通に勝てるになっちゃってるんだよね。はい、来ました、これを待ってた。ナイス。はい、ここでまずショートカットして OK。さあ、まだ寝てない、これボスターさん、まだ寝てないがボスターさんですね。はい、いいアイテム回ししてるよ俺。あ、これ当たっちゃうじゃない、ちょうど大丈夫。いや、確か超寝起きもいる、超寝起きもいるから、さあ超寝起きとまだ寝てないの、勝負ですね。デッドヒートですねこれ。はい、いい感じや。でも俺すごいいいアイテム持ってるから、これはそのまま持っていきたい。うわー、ボムでしばかれております。お先失礼。さあ超寝起きと俺の一騎打ち、超寝起きと俺の一騎打ちになってる。さあここら辺でスターを履いて、ジャンピアクション、ジャンピアクションでそのままショートカットいく。さあ、おい、ビクちゃん、あー、ダメ、先行かれてるわ。これは相馬キープだね。ジャンピングアクションで最後のこのキノコを残しておきたい。これ誰だ。はい、バックスタム食らってる。さあ、この果物を取ってきたかった。うわ、完全ミスった。待て、はい、うわ、ボスターさん強っ、それは強い。待って、終わった俺。1個、2個、オッケー、ダブルアイテム取れて、こいつしばいて、ボスターさん長くしよう、ボスターさん長くしよう。あー、それ食われちゃうよ、ほら俺に。はい、まだまだ、もう一回食う、もう一回食う、もう一回ボスターさん食って、もう一回食って、ダブルアイテム取って、取れてる。キノコ2つきた、素晴らしい。ショートカット1個使って、2個使って、なんと良い。どう、はい、ビクシャーには勝てなかったけどボスターさんには勝ってくれしたってことで、第2レースいきましょう。はい、続きまして、第2レースは、キロピオハイウェイ。やはり、プロと戦う時の、この、なんつーの、ワクワク感。自分がチャレンジャーとしてのワクワク感がたまらないね。非常に楽しい、今日のマリオカート。ここ、さあ、ということで、まずはメダルを回収していきたい。さあ、取れないんだよね、これ。で、これね、意外とね、打開強いんですよ。意外と。さあ、ダブル取って、キノコだよね。で、ここもダブル取って、はい、バナさん、いいよ。さあ、どっかメダルを取っていきたいんだけど、どっかメダルないから、メダルを取りたい、取りたい。ここメダル、あぶねえ。バナスナ、バナスナ、当たれ、バナスナ。ああ、自分のバナ食っていく。ノーシープレイ発動して危な。さあちょっと待って、よし、メダル取れて、ここのメダル OK、 ナイスメダル。でこっちから超寝起きがいたから、超寝起きと同じルートを取って、はい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 、オッケー、ナイス。どこ行くねん、どこ行くねん、マジでクソバカしいぜが本当に。さあ1個取って、2個取って、さあちょっとメダルがないな、これすぐ使って、できればね無敵欲しいんだけど、無敵が取れるかどうかの話になってくる。さあいいよ、距離詰めてる。さあまだまだまだ、この先このスターを吐きながらダブル交換ってところに行きたい。危ない危ない。さあどっちが来る、オッケー、ダブル取れてナイス。さあオッケーオッケー、無敵分回して、無敵を分回して、ただスターがいつ終わるか全くわからない俺。さあこっちでまた使って、ワンチャン雷ないかなっていう問題、そういう問題になってくる、そういう問題になってきて、さあ1個使って、また無敵来た、強い、使う、雷ちょうだい、雷あるよ、雷どう、ない、神長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 い、なし、なしです。ただ3位、3位晴れてる、いいよ。はい、スター強い、これ雷来るんじゃない、ビクちゃん、ビクちゃん雷来るよ。3219ドン、あ、青これいった、シングル1個取って結防御して、なんとか間に合って、2レアかは俺じゃない、ナイス。あ、強い強い、バックスだ、バックスだ、オッケー、当たってる当たってる、オッケーオッケー、3位じゃない、3位、はい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 、はい、どうぞ、はい、3位獲得、上位でございます。どう、結果は、ビクちゃんが強い、でもまだ寝てないの、ボスターさんには2連勝でございます。よし、はい、ということで
3レースはマリオサーキット 150cc ミラーでございます。どうやらね、先ほどボスダさん宅急便が来たというね、まだ高校さあそれっぽいね、言い訳を並べておりました。さあ、そんなこと関係ない、私は、勝つ。宅急便は、私だったら無視する、ボスダさんでもいい人だからね、いい人だから宅急便をしっかりとこう受け止めてしまう、はい、その優しさには、感動しました。ただしかし、勝ち方というものはね、勝負の世界というものはね、宅急便に止められてはならない、そういうものだと思ってる。ダブルアイテム取ってナイス。さあ OK、 スター出たナイス。さあこのスターをどこで吐くかって言ったら、この先のアイテムダブル交換しながら吐くんです。はい皆さん、アイテム回し覚えていきましょうね。さあここでよし取れた、ナイス。危なかった、今すげえ危なかった。これ前届くかな、届くかな、ミラーだからちょっと怪しいんだけど、届かなかったね。タイムも大丈夫、でも大丈夫、すごい強いアイテムを今温存できてるから。さあいいよ、燃やされて燃やされて、かなり荒れ狂ってる。うぜえマジで、今の切れそう、今の切れそうだけど大丈夫。あ強すぎるアイテム、あっぶね。ここでショートカット、もうこれ行くしかない。でキラー持ちで、6位まで上がってる。これ弱いんだよね、でも弱いんだけど、どこで使うかの問題になってくるんだけど、絶対シングル取りたい、シングル取れて、ちょっと使う、ここでワンチャン、ここで雷があるかもしんない。さあボスダさんもいた、俺キラーで今のし上がってる。いいよ、1位誰なんだろうマジで。さあキノさん、うわこれ絶対俺じゃん。はい俺です。ショーツリカバリーキノコ、リカバリーキノコ、テレサ強いな、それ強いわテレサ。はい強すぎる、その戦いは。うわー絶対のテレサの勝ちじゃん、もうこれ勝負見えたわ今の。ダブル取って、うわーこれはきつい、これはきつい。ちょっとでも順位上げることを意識して走るけど、かなりきつい、かなりきつい、かなりきついです。限りなくきつすぎて、限りなくきつくて。さあまたしばかれてる、風もらった。1個2個テレサ使って、伸ばしてバックス出して、7位。結果やいかに強いんだよね。来たよプロの本気、超寝起きとまだ寝てないが1位に本気出す。はーい、ということで第5レースになったのは、いや4レースか、第4レースはレインボーロードでございます。頑張っていきます。ここはね多分勝てる、ここうん。さあさっきのテレサ回避だ、多分ねビクチャだったと思う、多分ビクチャだったと思う。さあアイテムは取られて、前張りずるいな。ここでインドリがっつりかまして、さあオッケーオッケー、おいボスだ待て、ボスだ、ボスだ待て、絶対追いついてみせる、お前のことボスだ、ボスだ、ボスだ待て。さあ追いついていく、これ多分ダブルアイテム俺取れるから、取れるんですよ。はい取れて、オッケーナイス。さあキノコ4つ強すぎる、キノコ4つ強すぎるんで、すぐボスナを、猛追していく。バックス、うわこれ取られたのマジ最悪だな。さあただでも大丈夫、でも大丈夫なんです。さあ赤コーラいった、食らわない、オッケー。バナさん強すぎ、バナさん強すぎ問題、バナさん強すぎ問題で、さあボスナちゃん俺から逃げられると思ったらお間違いだ。どうせ赤コーラ来るから、どうせ青コーラ来るから、どうせ青コーラ来て俺が勝つっていうビジョンだから、はいもう聞かないその赤コーラとか。でここでメダルを取っていきたいんだけど、全くメダル取れてない、やばいこれちょっと落ちるかもしれない、アップね。さあバナ食わして、誰かにバナ食わして、ここドリフトかまして、ジャンピング、うわ強っ、オッケー赤コーラぶん投げて、強すぎる、はい強すぎるんですぐ使って、猛追していく、プロを猛追していく、俺っぽいね。ただここに俺マキシマム記録あるから、マキシマム記録で、まだ食らいついていく。メダルが全然ないんだけど、もう無理じゃんその3段、あぶ、よしメダルとにかく返し、メダル3枚頑張って追いつこう。ボスターさん逃げすぎちゃいますか、それ。キラーとか来ない、俺キラー間違えて、間違えてキラー来ない、来ないね。うんでもここでメダルを取って、さあこれいった、いいよ。さあこっからなんだよね、こっからキラーがやばすぎる、キラーがやばすぎるから頑張って追いついて、これショートカットいけるから、あぶね、そのバナ1個使ってそっち行く、ダブルアイテム取ってナイス。さあスター来た、これまだ雷なさそうなんだよね、あーだから取るな、最悪。オッケー、お、いる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 、あーもうお、でも終わった、
終わったマジで今のは最悪よ本当に。もう本当ありえない今のは。泣きたい本当に。あーキモい、マジキモい今のは。あマジキモい、あマジキモい今の。絶対勝てる、ボムマジうざい今のは。はい、てことでおまけの1レースはマリオサーキット。ちょ待って、まだ1回も2人には勝ってない。ほんと勝てるはず、うまくいけば勝てるはず、ここでうまくいけば勝てるはず、ここうん。さあ、さっきのもさ、俺キノコ4つ持ってたじゃん。あのボムがなかったら俺絶対勝ってたんだよ。また打開できるよ俺。もちろん打開ムーブを見せる俺は。打開ムーブでまずはメダル回収して、ちょっと1枚しか取れなかった。さあまだ寝てないが、さあどっちの方が打開がうまいかの戦いになってくる。俺ボスターさんのこのね、ここのうん、ここのコースの打開をねめちゃくちゃ見てたんだよね。オッケー、ダブルは俺がまあ取っちゃったんだけど、ただこれね、うん、キノコしか出ないからもう一回止まる必要がある気がする。もう一回ちょっとアウト膨らんで止まり気味で先行ってもらいたいんだけど、さあイッツァーが先行った。オッケーオッケー、それでいい、それでいい。あ、やばい、ミスった。まあこれウラスター来ればいい、俺ウラスター来ればいいよ。テレサこれ使うべきだな、これこれ使うべきで、使って前のなんかパクって、赤コーラいらないから投げて、アイテム1個取って、うん、スターいいよ。このスター強い。このスター強くて、まだ使わない。できれば持っていきたい。7位でスター取ったから、次、キノさん取れば、勝てるはず。勝てるはずです。さあ、ちょっとパックが避けて、オッケー。アイテム取って、後ろから来てるね、だいぶ。うわー、イカは弱すぎる。イカは弱すぎるけど、これダブル交換できるから大丈夫。あー、くっそ。くっそやろ、マジ。誰だ、今、フラッシュしたやつ。ダブル取って何が出る？あ、強い。使う。使って、これ多分結構強い。これ結構いい感じ。結構いい感じだよ。アイテム交換できてないけど、これかなりいい感じ。揉まれなければ。揉まれなければかなりいい線いける。かなりいい線いける。赤。使う。ごめん。ちょっと使っちゃった。アイテム1個取って、どう？あ、キノコいい。キノコ素晴らしい。キノコ1個はいい感じなんだよね。やばい、それやめて。納金やめて、それ。お前。シングル取って、あ、強い！ 1 個使って、2個使って、やめろ！いける！あ、よし！よし！これいった！これいった！これいった！勝った！よし！よい！どう？どうだ？よーし！またボスターさんに勝っていく！ビクちゃんには1回も勝てない！強すぎる、ビクちゃん。マジ強い！無理！はい、ということで、本当の最終レースはサルド惑星ジェネシス。絶対勝てない。ごめんなさい、今期待してくれてる皆さんに先言っときますけど、99.9999% 勝てない、ここ。さあ、ということで、ね、絶対勝てません。ただ俺はシティできるようになってるから、ちょっと、ボサさんの前でシティかますっていう、快挙を出しとける。はい、かませてるけど落ちるっていう、まあこれはね、ありがちなムーブ。ただこれでリカバリーキノコ使って、まださ、しかも風もらって悪くない。悪くない。シングル取って、メダルがないから一回メダル取りに行きましょう。頼むからカエルまだ来ないで。カエルぴょこぴょこ。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、みぴょこぴょこつって。はい、オッケー。なんとか耐えてる。なんとか耐えてるよ。さあ、なんとか耐えてる。まだなんとか前方集団に食らいついてはいないけど、まあ耐えてはいる。オッケー。アイテム1個取って、やめてそれ。俺じゃないよね。オッケー。ナイス！とにかく耐えてる。さあ、そしてブーメランが飛んでった目の前をスルーして俺が落ちる。はい、こういうことなんです、このゲーム。俺だからさ、せっかくメダル6枚貯めたのにさ、今ゼロになったじゃん。はい、また俺じゃん。ダメだ、終わった。もう一回停止してアイテム取るしかないね。うわ最悪、うわ最悪、ほんと最悪だわ、最悪。ジェネシスやっぱ嫌われてるんだよな俺。嫌われてるからもうどうしようもない。勝てる試合も勝てなくなっちゃう、ジェネシスに関しては。さあ、メダル1枚2枚取って、お前なんだよその動き。死んでくれ全員。はい、全員死んでもらって、まだいけるよ。はい、雷を降らして、さあここでメダルを取り散らかして、まだいけるよ。メダルを取れたいけど取れなくて、ここも取れなくて、こっちで取って、ナイスダブル。あーもう弱すぎる、弱すぎるんですわ。はい、急いで逃げて、頼むからもう引くのやめて、引くのやめてもらって逃げて、はい逃げます、まだいける、頼む神様お願いします、まだいけると。あ、ボスターさんもいる。ボスターさんいいんじゃん。ボスターさん、ボスターさんっつってね。まだ使わない。まだ使わないよ。
うタイミングがある。このダブル効果で使って、ここでガッツリブレイク踏んでジャンプをガーッ、きたー、マジでこれきたすぎる、これはきたすぎる、本当にきたさんブラック、マジで現象が、現象がきたさんブラック、やばっ、うわー、わっほー、やば、マジで、え、神回ですか、神回なんです、いやー、わっほー、神なんか決めて1位を取る、これはマジで俺もやっとしてなかった、運が違う、マジで運がすごいんです。はい、てことでヤバすぎ、最後のマジ脳汁がもう止まんねえ、マジで最後の最後でプロ2人と任すとかも持ってますね、やはり運も大事、運も大事です。そして、多分俺結構上手くなってるかもしんない、かもしんない、マジで多分結構上手くなってるかもしんないんで、多分ね、みんな焦ってる、ガチ焦ってる、ボスターさんが多分ドッキリだと思ってるでもガチ僕なんです、この動画見て、実感してください。ということで本日のデスターボックス第3弾引いていきたいと思います。本日のデスターは抽選、はい、いただきました28641番、はい、いただきました東京 University of Science、 はい、おめでとうございます、次回読まさせていただきます、まさか英語で書いてくるとは思わなかったということでね、動画面白かったらチャンネル登録と高評価、そしてね、ボスターさん指定、義足さん指定もね上がっておりますので、ね、動画概要欄からチェックしていただけると嬉しいですということでね、またね22時のゲーム実況動画でお会いしましょう、バー